はい、皆さんこんばんは。マネック証券チーフ外国株コンサルタントの岡本平八郎です。今日は、2021年2月25日木曜日夜8時を回ったところであります。今日はゲストをお招きしております。フリーアナウンサーの大橋ロコです。どうぞよろしくお願いいたします。マネック証券さんでは、FX のコラムをマネクリで書かせていただいているんですが、マネック証券で口座を開きまして、私も米国株取引をスタートしております。去年はテスラで結構のパフォーマンス上げさせていただきました。岡本さんの、セミナーを見てということで、ここからどうなるのか私も気になるので、いろいろとお話伺えればと思っています。はい、どうもありがとうございます。はい、今回は今年2回目でありまして、今年に入りましてですね、ちょっと私どもいろんな工夫をこう始めたんですね。はい、でどういう工夫かというと、昨年はですね、基本私が一人でこう話すっていう、スタイルだったんですけれども、それぞれでいいかなと思ったんですが、アメリカ株は奥が深く、いろんな人たちがいるので、ぜひそういった人たちのですね、見方もこのマネック証券の番組を通してですね、見ていただきたい、聞いていただきたいと思ってまして、違う視点でですね、はい、なので先月はアークインベストメント、アークインベストというですね、非常にこうアメリカで今こう注目を浴びている、大注目、もう女性版ウォーレン・バフェットとも言われている人なんですけれども、キャッシー・ウッドさんとのインタビューをお見せしたりとかですね。で今回は、皆さんアメリカの株を投資しているということであれば、ニューヨーク証券取引所っていう、世界最大の取引所があるわけなんですけれども、そこで、株の執行を行われていることが多いわけなんですが、そちらの方をインタビューしまして、でその彼の意見を聞いていただいていてですね、ちょっと違う視点で、アメリカ株ってそうなんだなっていうのをこう、取引所の視点で聞いていただきたいなと、はい、そういう試みを今年からやっております。というインタビュー動画を2つ見ていただきながら、そうですね、はいはい、岡本さんの、マーケットビューをいただくということになりますね。で、ちょっと軽い話題なんですけれども、ウーバーに絡む、ウーバーですね、はい、日本だとウーバーイーツくらいというか、あれが非常にこう有名になってきてるわけなんですけど、出前というイメージですね。出前というイメージが強いイメージがありますよね。いろんな規制があって、なかなか本来のウーバーがこうフルに稼働していない状況ではあるんですが、アメリカではウーバーが作られた国というか、発明された国ですので、いろんな人が使う。基本的に車ですよね。タクシーのようなものだけど、個人合法的な個人タクシーみたいな感覚ですよね。はいはい、でですね、これニューヨークの郊外にグリニッチという豊かな町がありまして、そこに、私の友人住んでるんですけども、その友人のですね、友達が高校生でして、数年前の話なんですけども、その彼がですね、高校に行くと、歩いて10分くらいらしいんですけど、遅刻しますよね、学生ってね、みんな、遅刻しましたね、それが普通だと思うんですけど、はい、その彼は遅刻した時に何をしたかというと、遅刻しそうになった時に何をしたかというと、まずスマホでウーバー呼ぶんですって。高校生です、高校生です。でスマホでウーバー予約入れて、来るのを待ってる間に歯磨いて顔磨いて行く準備をして、車が玄関先に来たらそれに乗って学校に行くというのをやってたっていうんですね。日本人の私からするとちょっともったいない、そんなっていうか高いんじゃない、何やってんだって話ですけど、高いとおっしゃったけども、4ドルから、5ドルくらいらしいんですよ、そのワントリップが。400、500円前後っていう感じですよね。高校生が、高校生なんですよ、だそれぐらい、はい、そのウーバーがこう使われている、浸透しているということなんですね、生活の一部みたいに使ってる高校生がいると、でどうもですね、その聞いたところによると、イメージですけど、いわゆるこうリムジン、ハイヤーですよね、日本語で言うとね、タクシーの料金はそのリムジンの半額くらい、だから2000円がリムジンだったらタクシー1000円というイメージ、でウーバーはその半分らしいんですよ。じゃあ安い、500円くらい、まさにこの感じ、ということがあるらしいんですけど、もっと面白いのはですね、その彼が
卒業した高校卒業した年 の, その学長の校長先生のこうスピーチの中に先生が言ったのは、校長先生が言ったのは、今年は駐車場で学生が文句言わなかった年だと、初めて。なんでですか、駐車場で、うん、どういうことかというと、まあ、アメリカではあの高校生であの車で自分で運転して学校に行く人結構多いんですよ。アメリカの免許って16ですよね。じゃあ高校生がもう運転して学校行くんですか。してる、そういう、まあ、車天国というか大国ですから、そういうのがあって、はい、で高校生多く車でこう高校に行くわけですよ、はい、で高校生、あの校長先生が言ったのは、要はみんながっていうか、ウーバーを使い始めたから、はい、駐車場が必要なくなったと。今までは学生がその駐車したくても駐車場が狭いから、少ないから車駐車できないんだって文句があったんだけど、今年初めて出なくなった。なるほど、ウーバーを使い始めたからだって言うんですよ。ウーバーの方が手軽だし、でもなんかそんなこと聞くと、なんか自動車って台数がだんだん売れなくなっていっちゃうのかな。まあね、そういうのはあるのかもしれませんし、ね、シェアリングサービスですもんね、うん、でこういうのを聞いて私思ったんですけどね、やっぱね、あの日本の常識でアメリカから見るとね、なかなかこう、そうですね、分かりにくい、こう儲けにくいっていう側面あるのかもしれない。全然もう違う世界で。そうなんですよね、はい、だからそれをこう、なるほどねと、そういう国なんだっていうふうにこう踏み落とすと、こう違うものが見えてくるっていうことがあるんじゃないかなと思いましたね。はい、でね、もっとあの最後もう一つこれ関係で言うとですね、その私 の, その友人がね、そのウーバーに乗った時に運転手の人が言ってたらしいんですけど、あのタクシーの運転手、その人昔やってたらしいんですよ、はい、でタクシー乗ってるとですね、短距離はいいんですけど、長距離になったらね、運転手がね、こうドキドキするんですって。なんでですか。なんかね、あの食い逃げじゃないんですけど、乗り逃げがねあるんですって。だから目的地に着く一歩手前ぐらいの信号で止まったら、パッとドア開けて逃げる人が意外といるって言うんですよ。でウーバーだとちゃんとクレジットカードの登録もしなきゃいけないし、はい、こう逃げられないようなあのシステムになってるんで、なるほど、ウーバーの運転手になれてよかったっていうことを言ってたらしい。それも全然発想がなかったですね、うん、まあすごい話ですけど、まあ、あのファクトブライフというか、そういうことがあの、うん、起きている国でもあると。ウーバーは誰を乗せてるか分かるってことですね、乗せてる段階 で、ね、なるほどね、なるほどねと私も思いましたけど、はい、じゃあやっぱりウーバーっていう会社、ね、日本だと本当ただの出前みたいなイメージで止まっちゃってるんですけど、まあこれからですよ多分、ね、そうなんですね、少しずつこうウーバータクシーっても出てきてましたんで、うん、ですけど、ね、まあ、であと空港に行ったらね、はい、もうアメリカの空港行ったらウーバー用 の, その, 中あの乗り場みたいなのもありまして、あ、もうありますか、専用のタクシーじゃなくてタクシーウーバーリフトと、そうですか、ウーバーとリフトと、うん、分かりました。じゃあまあ発想日本のこう狭い国の、まあ、常識だけじゃなくて、アメリカでも全然違う世界で動いているっていうことも勉強していかなきゃいけないですね、はい、まあ、そういう情報もあのぜひこの番組を通して、ね、お伝えできればなと思っています、はいはい、ではちょっと画面をお願いできますか。まあ、あの今日のちょうどニューヨーク証券取引所の話も聞いていただくわけなんですが、先週の写真です。これは雪のニューヨークの、あのかっこいいですね、証券取引所ですね、はいはいはい、で今日のプログラムということで、はい、今日はまずこの後、岡本さんから、まあ、マーケットアップデートということで、まあ、直近のマーケットどんなことがあったのかということをいろいろとお話しいただいた後、現地レポートということで、トレードステーションのデイビッド・ラッセルさんにまたこれアメリカの現況いろいろとお話をいただくと、これはあの動画で見ていただきます。その後、今月の特別インタビュー、まあ、ゲストとしまして、ニューヨーク証券取引所国際資本市場部のアレックス・イブラヒムさんに、インタビューしておりますので、それをご覧いただいて、それを受けてまた岡本さんに、いろいろとお話解説をちょっとね、補足いただきたいと思います。そして最後、参考銘柄のリビューということで、最後9時半までですね、ですね、はい、はい、9時30分まで、ちょっとね長時間ですけれども、皆さん最後までお付き合いいただければと思います。やっぱりですね、私が言うよりもこうプロですね、さすがですね、ちょっと噛みましたけど、はい、ということでこちらをご覧いただきたいんですけれども、はい、何かと言いますと、これ昨年のですね、私がやった動画で言ったことなんですね、はい、これは
12月23日クリスマス前にやったやつなんですけれども、はい、その時に言ったコメントということで、今年はバリュー銘柄がグロース銘柄をアウトパフォームすると、まあ、バリューの方がバリ安銘柄が、まあ、成長株銘柄よりもパフォーマンスが良い年になるだろうと、はいはい、だからといってじゃあそのグロース銘柄成長銘柄上がらないという意味ではないということなんですね、はい、であとその、まあ、ガーファムそれこそ、Google、Amazon、Apple ああいう、まあ、メガキャップの銘柄も、まあ、長期的に成長するということで、はい、これが終わるということはないということですね。終わるということではない、はい、むしろその買いのチャンスがあれば長期的な視野に立って買った方が良いと、まあ、積み増すいい機会が今年やってくるだろうと、はい、まあ、まさにアップルなんていうのは今年から今年のパフォーマンス良くないですから、そこはやはりアップルに対して強気 の考え方を持てるのであればここは買っていった方がいいんではないかなというふうに例えば思ってますね、はい、であとまあ IPO も引き続き活発になるということで、まあ、IPO は非常にこうトリッキーなところもあるので、まあ、投資のタイミングというのはとても大切であるということを昨年末に言ったわけなんですが、まあ、大体こんな感じで今マーケットは動いているということであります、はい、で最初にですねこれ毎回ですね一応そのパフォーマンスのチェックということでありまして、そうですね、実際そのバリュー銘柄がどういう動きをしたのかということを見ることができる。そうですね、はい、ですねこれは今年ですね昨年末から今まで昨日まで のパフォーマンスなんですが、 S&P500 ちょうど、はい、これですね、下から2番目、はい、一般的な皆さんの指標となるインデックスですね、はい、まあ、こんな感じです。でそこをアンダーバウムしているのがこれグロース指数、グロース指数、この灰色のグレーのやつですね、まさに今お話をしたところですよね。アップルとか、まあ、いわゆる成長株が、はい、ガーファムとか、はい、マーケットをアンダーパフォームしている。そうですね、ちょっと今年は調子良くないんですね、うん、はい、まあ、とりあえず今までのところということですね。だからといってマイナスではないわけですよ、はい、プラスなわけですね、はい、で、一方でこのバリュー指数の方がここです、オレンジ、はい、おちょこんと出てきましたね。そして、ナスダック総合が、うん、あ、ごめんなさい、これがナスダック総合で汚くなってますけど、ここのここがあれですね、 S&P、 ごめんなさい、S&P500 ですよね。 S&P500 はこの濃い青の、うん、上の方の青ですね、はいはい、そして下の方の青がナスダック総合ということで、一番元気がいいのはこれです、 S&P600 という小型株の指数、S&P600 っていうのが小型株なんですね。そうです、はい、はい、ということであります。これがまさにすごい、青が良いというのが現状と、はい、これを12月にのセミナーでこうなるだろうと思ってたんですね、と思っておりましたね、はい、それで、はい、まあ、このまあといってもマーケット全体基本上がってるわけですね、アメリカね、まあ、上がり続けてきてるわけなんですけど、はい、なんで上がってきてるかということ、これ過去数ヶ月間毎回見せているんですけれども、お見せしてるんですけれど もう FRB アメリカの中央銀行が徹底的にマーケットに流動性を提供していると、債券をこう買い集めたら1ヶ月間で1200億ドルだったと思いますけども、債券を買って市場にマネーを供給するということをやってるわけですね、はい、ということがありますよ。これとんでもない規模ですよね。そうなんですよね、はい、でもう一つがこのマネーマーケットファンド、はい、市場にある現金なんですけれども、はい、投資されてない現金ですね。そうですね、はい、おっしゃる通りです。でこれがまあ昨年末くらいこの辺りだったんですが、まあ、コロナでマーケット暴落する過程においてすごいこう上がっていったわけですよね。すごい。で5月の29日がまあピークでして 4.8 兆ドルまでいったんですけど、はい、今ちょっとこう少しずつ下がってはいるものの、はい、まだ 4.3 兆ドルということで、はいはい、こう歴史的にこう見てもまだまだこう高いレベル、キャッシュがまだいっぱい待機しているということですね。何かチャンスがあれば入ってくる、入ってこれる、まあ、スタンバイしてくれていることもあり、そのマーケットの大きな暴落っていうのはなかなか考えにくいんじゃないかということをずっと言い続けてきています。はい、確かにこれだけのマネーがあれば入ってくるでしょうね、はい、まあ、そこでまあ金利の
上昇っていうところを皆さん気にはされてると思うんですが、ちょっとその前に企業業績を見てみたいと思うんですが、これがね S&P500 のですね前年同期比の EPS の成長率なんですけれども、このブルーの線ここですね、あの私がこう書いちゃうとごちゃごちゃなって見られるので書きませんけど、この真ん中のブルーのところが S&P500 の EPS の伸び、そしてこの黄色が S&P500 のグロース、ちょっと、指数の EPS の伸び転換してきましてる、で、赤がこのバリューということなんですね。この3つを見せしてます、S&P500 がこのブルーのラインでこういうふうに推移をしていきます。これが第3四半期、そしてこれが今あの直近決算発表終わった、昨年の第4四半期の数字、12月ですね、そして、次に出てくる今年の第1四半期がこんな感じ、とは、S&P500 の指数は前回まあ 5.2% ぐらい前年同期でプラスだったのが、今度は 20% の増益になると、でもっとすごいのが第2四半期になるとですね、もう約 50%、40%、前年同期で戻ってくるという言い方が正しいと思うんですけど、ですからこの赤いこう赤じゃないな、この青い線が、一般的な S&P500 のインデックスの線ですね、なんですけれど、これから急速にこう上がっていく S&P500 を超えて業績が伸びてくるのがこのバリュー指数の EPS ということで、この赤なわけですよ。ここからこうやって上がってくるわけですね、で前回は 1.9 と少なかったんですが、今年の第1四半期は約 30% の増益になり、それが第2四半期になると 90% なんですよ。ちょっと劇的に回復するんですね。こんな形でこう上がってくる、改善してくるということもあり、バリュー銘柄がこう今こう買われている、こう説明できるわけですよ。よくあのロビンフッターなんかがもうちょっと投機的にペニーストック銘柄に入ってるっていうことがちょっと問題視されることもあるんですが、でもきちんとこれ成長するということの裏付けがあって買われてるんだとすれば、まあ、それは局所的な現象であって、それを全体のリスクだというふうに見なくていいわけですね。いやこれはね、よくこうそのゲームストップとかの話があると、まあ、アメリカのマーケットはもうゲームストックだけだっていう、こう先入観というか、そういう誤解をこう持ちそう、そうですね、ああいうことがあるともうバブルだとかね、これはメディアの責任もあるとは思うんですけれど、ただやっぱアメリカのマーケット大きいわけですよ。あれはもう、局所的な現象、ゲームストップがあってイコールアメリカのマーケットっていうと間違えちゃうわけです。さあ、大きなマーケットの、一部とおっしゃったけれども、まさに起きてる一部のことでありますから、こうやって裏付けのあるデータというか予想を見せていただくと、あ、そんなに怖い投資じゃないんだ、バリュー、ゲームストップもあるけどこういうそのリアリティっていうのもあるということをやっぱりこう、理解していただけるといいかなと思います。で、じゃあそのグロースとバリューのその関係っていうのを長いのを見ていただくと、これ2000年からのデータなんですけど、赤が、グロースの ETF です、上の方ですね、で青がバリューの ETF のパフォーマンスで、相対チャート見ていただくと、これがこの要はどういうことかというと、下にあるとバリューがアンダーパフォームし、上だとグロースがアウトパフォームしていると、でずっとその、ごめんなさい、逆ですね、下に逆なので、下に行ってる過程においてはこの黄色の線が、グロースが勝ってるわけですよ。バリューが負けてたんですね、いわゆる負けてたわけです、バリアス株は負けてたと、でそこが今まさにターンアラウンドしてるのはここなんですよ。かなり長い間グロースがこう強かったわけですね。そうですね、というのがありますと。なので、それがちょっと今リバースしつつあると。あともう一つの特徴、さっき言った小型株、さっきの S&P600 お見せしましたけども、小型株の指数ではラッセル2000というのがあります、有名ですね、これがこのところすごくパフォーマンスが良い、さっき見ていただきましたね、強いですね、それから、もう一つなんですけれども、これ何かというと、
S&P500 とですね、S&P500 イコールウェイト指数、この2つのパフォーマンスなんです。イコールウェイト指数って初めて聞きました。はい、S&P500 というのは時価総額ウェイト、つまり時価総額の大きな銘柄の動きをより反映するんですね。じゃあ時価総額小さい銘柄がすごい上がってもあんまり関係ない、結果的にそういう指数なんですよ。なので昨年 S&P500 を押し上げた原因っていうか理由は、はい、それこそガーファムみたいな銘柄がガッと上がったんで S&P も上がりましたと、はい、でもう一つのこのイコールウェイト指数なんですけれども、これは何かというと、大きい銘柄であっても S&P500 の中の上位、時価総額がとっても大きな銘柄であったとしても、一番ボトムの小さい銘柄であったとしても指数に与える影響は同じ。じゃあどんなに大きい会社でも小さい会社でも値動きをちゃんと反映してくれる、指数がに反映されるっていうのがイコールウェイト、同じそのウェイトの影響を受けて推移しますよ。イコールウェイトってそういうことか。そうなの、大きいとちっちゃいのと同じこうあの威力を持ってるということなんですけど、はい、でそれ見ていただくと、これ今年に入ってのチャートなんですが、はい、S&P500 がこのブルーでして、このイコールウェイトがこの赤なんですね。おお、はい、でイコールウェイトの方が勝ってるわけですよ、はい、でどういうことかというと、小さな銘柄が上がってるよってことか、はい、ということで指数、こういう指数の違いが出てるということですから、まあ、はい、とりあえず今までのところは、まあ、ガーファム的な大型株が、マーケットアンダーパフォームし、一方で小さいところがじわじわと上がってきてアメリカ株を上げているというのが、はい、あの現状であると。今年の特徴ですねということですね、はいはい、とりあえずこれまでのところの特徴であるということで、はい、多分このトレンドは今年続くんだと思うんですが、はい、繰り返しですけども、だからといって大型株がダメということではなく、はい、あとでもちょっちらっとお話しますけど、長期的にこう投資をできる銘柄については、今年パフォーマンスが悪かったらそこは拾っていくことが大切じゃないかなというふうに思っています。はい、で、こちらもう一つの、ですね、小型株の ETF と S&P600、はい、小型株600に、リンクする ETF、はい、SPSM、 こういったのがありますよと。こういうものは投資対象として面白いかなってことですね。ということですね、はいはい、ETF です。はい、それからもう一つが、まあ、バリュー株っていうと、まあ、典型的なところが金融ということで、はい、金融セクターの指数に連動する ETF、 ティッカーが XLF、これ動き出したって感じですね、去年の秋ぐらいから、ね、はい、特に銀行は投資見込みが、うん、あると思っていまして、今まで銀行、例えば去年ですと増配とかやれたんですね、はい、銀行やろうとしたらそういう体質があったんですよ、はい、金融危機の時にもかなりこうダメージを受けて、その後にこう少しずつ少しずつこう改善していって、で体調も良くなってきましたと。でこれからも自社株買いをアグレッシブにやる、増配をアグレッシブにやるっていったところで、コロナが来たんで金融アメリカ の、 その FRB が増配するなと、はい、キャッシュをセーブしとけという話になったんで、去年は株主還元できなかったわけです、はい、でそれが昨年の第12月ぐらいからかな、再開されて増配をできるようになったということで、株主還元今年積極的にやっていくと思いますので、はい、まあ、そういったのをこう織り込みつつあり、まあ、株価が上がってきていると。あと銀行だと長期金利と短期金利の差でスプレッドで、そうですね、イールドが立つって言いますね、長期金利が上がると儲けやすくなるってことですね。おっしゃる通りですね、はいはい、なので、金融がまさに今こうそういったのを織り込み始めている、始めた感じですね。まだまだちょっとね、これからっていうチャートに見えます。はいはい、それから、石油サービス、オイル関係ですね、はい、石油サービスの ETF、ティカが OIH。 石油関連っていうのはいいんですかね、ここから。もう最悪の年だったと、去年、はい、ご存知の通り先物がマイナスになったマイナス、はい、WTI、はい、私も朝起きてマイナスになったっていうから、ちょっと意味が分からなかったですねどういうことなんだろうと思ったんですけど、まあ、話を聞いていくと、あ、そういうことかなと分かったわけなんですが、で今年はまあ景気回復してくるということで、やっぱ石油がいろいろとこ問題視されてますけど、ガソリンとかね、そのやっぱいるわけですよ今。まあそうですね、まだそんなすぐに全部が EV になったわけでもないし、ないし、はい、いる当たり前の話じゃないですか、当たり前に。そうすということは、やっぱり売られすぎのところから石油価格はまあ上昇し
している途中であるということもあって、はい、まあ、その過程で恩恵を受ける、ずっと売られてきましたから ね、 ねこの石油サービスとか石油会社っていうのは、はい、だからそういった意味では割安感があるところだと思います。これまで出直ったところですよってことですね。そうですね、はい、はい、ということで、去年の12月のセミナーを受けてちょっと検証がてら今こういうことが起こってますよということを、ね、見ていただきました、うん、はい、でこのトレンドはまあこれからも継続するだろうというふうに考えています、はい、で金利なんですが、はい、10年債アメリカの、そうですね、本当昨日みるみる金利が上がって、まあ、この辺ですよね、こうマーケットになってるのは、はい、ちょっとびっくりし 1.4% 台まで一気に来ちゃいましたね。今年年明けまだやっと 1% なってなかったかな、年明けはね、超えてから早いです、うん、ただですねっていうのがあってですね、これなんですけど、これは1984年からの10年債の利回りの推移なんですが、14%、こんなにあったんですか、うん、ちょうどあの私がアメリカで高校生やってたあたりなんですけど、はい、こう銀行の口座開けたわけですよ、はい、で銀行に行ってこうあの通帳でねこう印字されるじゃないですか、記帳されるじゃないですか、見るとそのお金がすごく増えるわけですよ、こんなに金利あったら、はい、で銀行ってこんなあの日本でも多分銀行預金知って、まあ、あのお小遣い程度やってたと思うんですけど、はい、アメリカってらすごいなんかこう増えるんで、銀行って預金するといいことあるのかなってずっと思ってたんです、まあ、その時思ったんですけど、はい、今とんでもない世界であのお金が増えないっていうか金利がだってこんなに下がってるんですもの、まあ、ですからその一歩前のチャート、今すごく金利が上がってるように見えますけど、はい、長いのを見るとここなんですよね。そう言われるとそんなに恐れる水準ではない、うん、まあ、あのいろんな見方があります、はい、ここだけ見ると大変だ大変だってなるわけですよ、はい、でも こういうふうに理解すると、まあ、大変なんだけどでもまだこんなところだよね、うん、っていうことなんじゃないかなと。であと、まあ、はい、10年債が上がるっていうのはある意味そのインフレ懸念っていうか、あの経済が良くなってきているわけですよね、アメリカっていうのは、ね、景気回復で上がるというのも一つの材料ですね、うん、ですかある意味当たり前のこと、はいはい、でアメリカ政府はこう景気を回復させようとしてやってるわけですから、はい、でそこで 1.9 兆ドル使うっつってるわけですから、はい、それは金利上がりますよ。だから冷静に考えたら、はい、そのあの報道のニュースを見ると金利が上がってるってなるとわっとマーケットを驚くわけですよ。でも冷静に考えたら上がってある意味当たり前のところもあります。それでもっと大切なポイントなんですけども、これは、株価が下がったところ、これあの去年の2月3月に暴落した後の、その後にですね、はい、株価が下がった時に金利がどうなったかっていうことなんですけど、はい、結論を言うとですね、はい、株価が平均この局面9回で 6% 下がりました、はい、その時に金利がどうなったかっていうと下がってるんですよ。わかります？株価が下がった時に金利も下がってるんです。金利が下がるってことは債券が買われる、そうですね、はい、今ちょっと前に話をしてたの覚えてます？金利が上がったから株が売られるって話したじゃないですか。あ、そうだ、ですよね。おかしいですね。これ見ると株価が下がってる時に金利が下がってるんですよ。あ、本当だ。じゃあ逆を見ましょう、はい、株が上がった時、はい、この局面で株上がってます、はい、16% 上がってます。その時金利上がってるんですよ、平均してみると。あれ、株も金利も上がるんですね。なので、はい、これ本当皆さん気をつけた方がいいと思うんですけど、はい、なんかね、金利が上がると株が下がるから売りだみたいにこう思ってしまう方も多いかなっていう印象があるんですけれども、実はというと株が上がるときって金利も上がってる局面もあるんですよね。まあ、そうですね。私、景気が良くて金利が上がるんだったらそれ心配することないんですよね。まあ、乱暴な言い方をするとそういうことだと思うんですよね。業績も上がるし景気がいいんだったら、だけどまだ本当に景気がいいのかどうか、まだみんなちょっと不安なんでしょうかね。
まあ、多分ヘッドラインニュースも先入観があって金利が上がることはもう、まあ、株にとって良くないんだっていうのが強いんじゃないかなっていう感じがします。でもっと言うとですね、これ長い、はい、これ2010年さっきのやつはこれあの2020年、はい、これもそうなんですけど、今ご覧になっていただいているのは2010年からのチャートなんです、あのデータなんですけども、はい、これもですね見ていただくと長いのも金利が上がってる局面、はい、株上がってるんですよ、はいね、やっぱりそうなんですね、はい、13回のうちここに出ている12回は株上がってるんですね、うん、はい、だから 92% の確率で、うん、金利が上がってる時に株も上がってるということなんで、やっぱこういうのちょっと皆さんよく考えて、はい、繰り返しになりますけど、このヘッドラインニュースってこうすごい敵なんですよ、はい、金利が上がったんで株が下がったっていうのを見ると、ああそうなんだと思っちゃう。確かに1回目はショックでそういうことあるわけですよ、うん、オーバーリアットする瞬間は確かにあるんです。ただ短期的にはこういうボラティリティ作るけど、長期的にはそんな心配することないよってことですね、まあ、データを見るとそういったことが言えるということ、うん、まあ、これが事実だと思うんですけれども、はい、はい、でそうですね、株価の調整なんですけど、はい、まあ、ここ数日間で、ね、マーケットが下がって、まあ、まあ、金利のせいになってる、金利のせいになってるところもあるんですけど、ありますかね、はい、S&P500 も、ナスダックもですね、50日平均線タッチしてリバウンドしてるんですね。で下がってからね6日間で リバウンドしてる、そう6日間でリバウンドしてるんですよ、はい、そういう調整を去年何回も何回もやってるんですよ、はい、これ見ていただくと分かるんですけど、はい、確かにそうですね、下がる局面は必ずあるわけですよね。あ、これねちょっとねずれちゃってますけれど、はい、本来お見せしたかったのはちょうどこうピークから下がったところのレンジなんで、はい、ちょっとずれちゃってますけど、これね、うん、なぜか、この局面で、まあ、7% 下がり 5% 下がり 6%8%11%9%、はい、で今年に入って 5% 1月末かな、はい、調整があってるわけなんですけれども、もう株が下がるっていうのは普通なんですよ。当たり前のことをあえて言わせていただきますけど、上がったら下がりますよ、はい、でこれをアメリカのマーケットずっとやってきて市場高値更新してるわけです、はい、なのでこうやっぱ下がると皆さんこうドキッとする気持ちはよくわかるんですけれども、まあブルーマーケットの中で調整も必要ですし、これも私も過去何回も言ってるんです、買われすぎなんでいつ調整があってもおかしくない、はい、ただそれあくまでもテクニカルな調整であって、まさに今回そうですよね、はい、まあこの金利の上昇と今はもうすでにバブルだから弾けるんだっていう、そういうこう論調が結構多いので心配になっている方も多いのかなっていう感じですね、うん、まあ企業業績今年もですけど来年も再来年も2桁成長が予想されていますので、はい、そういう裏付けがなければ私もちょっと思う考えるところあるんですけれども、はい、とりあえず現状はそういう状況ですし、先ほど EPS の成長率、そうですね、はい、それもありますし、はい、これから経済をその立て直すということで 1.9 兆ドル、ね、バイデンさんやろうとしてるわけじゃないですか、はい、でそのこれはイエレンさんだったと思うんですけれども、そのやっぱ雇用が今心配であると、ね、1000万近くの人が仕事がないですよと、あとその時給で働く人も労働時間が短くなってきていると、そういった問題がありますと。で完全のその1年前の1月のような状態に戻す雇用をためには2024年までかかるっていうんですよね。だからあと3年かかる、はい、でそんなことやってらんないわけですよ、そんな待てないわけですよ、はい、だから 1.9 兆ドル多すぎるんじゃないかって意見はあるわけなんですけども、でそれを使って経済を戻すんだと、雇用を戻すんだと、2024年じゃなくてもできるだけ早く今年来年というのは、まあ、アメリカ政府はやろうとしていると、はい、まあ、金融緩和もやってますし、財政も今こそ行動すべき時っていうふうにイエレンさんはおっしゃってますからね、今引き締める段階には全然ないってこと、ね、そこなんですよ、はい、で金利が上がったらどうするんだっていう意見、当然上がる金利上昇のプレッシャーってあると思うんですけど、うん、イエレンさんに言ったのはやっぱ中央銀行にしても、はい、その財務省にしてもですね、アメリカの
ツールはあるっていうんですね、抑える金利上昇を。あ、言ってましたね。それも積極的に使うっていうふうに言ってるわけですから、はいはい、まあ、そこはあのイエレンさん非常にこう信頼できるトラックレコードをお持ちの方だと思いますので、はい、そこは安心あのえできる国の財務長官であり、はい、あの中央銀行の議長じゃないかなと思います、ね、イエレンさんはもう FRB 議長時代も手腕が高く評価されてますからね、そんなに心配することはないと、うん、というふうに思っていいのではないかなというふうに思います。はい、はい、ではここからは事前に予告いたしましたが、動画を皆さんにご覧いただきたいと思います。アメリカの現地レポートということで、トレードステーションの、マーケットインテリジェンス部門の副社長デイビッド・ラッセルさんの動画を皆さんご覧ください。 Good afternoon, David. How's everything with you? That's great, Hutch. It's good to talk to you again. Okay, and how's the weather in your part of the country? Well, it's snowing here across most of the United States right now. We're getting the last bit of snow, hopefully for the winter.Okay, hope you'll be safe. Continue to be safe. So stock market, tell us what you see in the market. Well, you know, last week was really huge in the United States stock market because the VIX, the volatility index, which, you know, it's called the fear gauge. It measures the cost of options and the cost of hedging. It pushed back under 20 for the first time since the pandemic a year ago, which is a major sign of confidence returning.Then the other thing is 30-year bond yields rose to the highest in the same period. That's a sign of confidence in the economy. So both of these, beyond just the market hitting new highs, were deeper signs of confidence overall in the economy and in the stock market. What sector would it be good to invest in such an environment?Well, it's interesting because, you know, for a long time, we've seen a lot of strength in the big technology companies. But this now is especially positive for cyclical stocks like banks, industrials, traditional energy firms. These have lagged for years, even before coronavirus. They are not widely owned, which is interesting because that might create the potential for more sustained upside. You know, when you think about it, the banks were very well capitalized coming into coronavirus. They were trying to break out back in early 2020.And, you know, they were struggling at that time because interest rates, you know, the yield curve was a lot flatter, you know, the difference in short-term and longer-term interest rates. You know, at that time back a year ago, the yield curve was like 20 basis points, which is, you know, 1/5 of 1 percentage point. And now it's over 100 basis points, a full percentage point. That is a huge difference that makes a big impact on their profits. So,Right now, banks deserve some attention. And, you know, just now as we speak, the major ETF or fund that tracks the financial sector, it broke out to new all-time highs. Financial stocks now are breaking out to new highs above where they were back in 2007 before the mortgage crisis. Mm-hmm, mm-hmm. Do you want to talk about the GameStop situation?Yeah, you know, this is this was a huge buzz recently in the United States. This company GameStop that had a lot of short interest and people on the social media platform Reddit started pushing it and driving it up, you know, several thousand percent. And what we saw is, you know, this is obviously very risky kind of activity. But on the positive note, it engaged millions of Americans in the stock market in a way that I've never really seen before.You know, investing has not really been cool in the United States since the year 2000 when the dot-com bubble. You think so? Yeah. And now millennials, they came of age in the bear market between 2000 and 2012. And they were not interested in the market. And now they are getting excited. Something like the GameStop, you know, activity just makes them more excited, more engagement. We're seeing new people coming into the market. And that remains just a major narrative right now in the United States.So 4Q 2020 earnings are over, I think about 70% finished now. Yeah. Any comment on the earnings? Yes, they've been terrific, Hutch. I mean, we were coming into this earnings season, you know, expecting, you know, 5 to 10% negative. Instead, we're up at around 3%, which is the first positive quarter of earnings since the end of 2019. You know, it's interesting, like the VIX,going, you know, coming back down under 20, the 10-year going back up. We have these like scars of the coronavirus pandemic.
these injuries and they just keep healing. You know, going back to positive earnings growth is another example of how things are going back to normal. So going forward, twice as many companies are issuing positive guidance over negative. Almost 80% of companies have beaten their revenue estimates. So they're not just cutting costs to hit their profit numbers. Mm-hmm. So most of this is based on some research from the firm FactSet, by the way. Okay. Any new trend you see in the market? What we're seeing, yeah, there are. And it's a continued engagement and a shift towards smaller and newer companies. You know, recently we saw a huge rally in Twitter. So it's like investors are dumping Facebook, which is much larger than Twitter in market cap, and they're switching to something like Twitter. And it's a sign of excitement. It's a sign of breadth in the market. And it also creates a potential for new opportunities down the road, because there'll be a certain point in time when a stock like a Facebook recovers. So it just creates the potential for another source of strength, you know, later down the road. You know, similar things are happening with PayPal, which has had an incredible rally as stocks like Visa and MasterCard, these credit card companies, struggle. The IPO market is booming. Year-to-date pricings are up more than 50%, you know, so far this year. And they're performing very well, which was not true a few years ago. So people continue to look for these smaller, newer companies. Interesting. So what do you see in the economy? Yeah, well, what we see is you know, it's still struggling in certain respects, but I think the thing that stands out the most to me is the housing market. The housing market was recovering before the pandemic, and now it's simply exploding. We're starting to see prices really rise. They were up 9.5% in November, which was the fastest gain in 6 years. And, you know, there's anecdotal evidence, a lot of it, suggesting that since then, the price gains have only accelerated. This is going to drive construction and a wealth effect, because people have more equity in their homes. They feel more wealthy from that. That gives more confidence. And now, you know, the Fed has obviously helped with low interest rates, but, you know, I don't think that should be overstated. You know, the American economy was very strong coming into coronavirus. Yep. And, you know, with it coming back now, all it does is create just another source of strength. We see that the cases of coronavirus continuing to decline. And, you know, the market is looking out and seeing more healing and more vaccinations and more reopenings, you know, by the summer. And then on top of all that, we have the likelihood of some kind of fiscal stimulus coming from Congress, probably about $1.5 trillion, which will be another boost to the economy. Anything else you want to add? I think it's interesting right now, and we just look at the shifting that stands out to me now in terms of something like the financials and the fact that these companies, it's amazing to think that everyone is focused on the coronavirus pandemic, but you know, the financial crisis, the crash back in 2008 was a huge thing. And, you know, people forgot about it, but the fact that these banks and the financial sector is breaking out, it's kind of like you guys have had recently in Japan breaking out to a new, you know, it's not a 30-year high, but the banks and financials have been in a bear market for 13, 14 years. Mm-hmm. And it looks to be ending right now. I think this is a big story. And I think it's going to, you know, capture a lot of attention in the coming weeks. Okay. Well, David, thank you very much for your comments. And it's great to see you again. Thank you, Hutch. See you next month. はい、トレードステーションのデイビッド・ラッセルのレポートでした。ちょっとポイントだけ簡単にあのリビューということでお伝えしたいと思うんですけれども、はい、まあ、さっき我々が話していた通りの話でありまして、まあ、金利上昇を危惧する見方っていうのもあるわけなんですけれども、これは結局経済がノーマルに戻る過程で当たり前のことですと。でそういった中で、まあ、投資家リスクを取るようになってきていると。で、銀行、産業、資源の会社に投資妙味がありますよと。そしてこの3つというのは長い間マーケットをアンダーパフォームしてきた、先ほど言ってますね、はい、まあ、負けてきてるんで、多くの投資家が持ってないセクターでありますよと。なので、これから上昇してくるのであれば継続して買われてくるだろうと、可能性が高いということを言ってます。あと、イールドカーブ、さっき話ありましたね、短期と長期の金利差ですね、はい、これが昨年フラットでしたと、はい、それがこうイールドカーブが立つようになってきてると。でコロナ前のイールドカーブは30ベーシスだったんですけれども、それが今110を超えてきていると
ということで、これは 0.3%、はい、それが今 1.1% の差になってきていると、はい、短期金利と長期金利の差が、これは銀行株にとっていいという話であります。でゲームストップで明らかになったように、いわゆるミレニアル投資家という新しいタイプの投資家がマーケットに参加するようになったと、彼らが大きな影響力を持つようになった、まさにそうですよね、はい。それから決算発表なんですけれども、事前予想だと第4四半期は5から 10% マイナスだったのが 3% ちょっとプラスになっているということで、前年同期でプラスになるのは、これは2019年の第4四半期から初めてのことであるということですね。でガイダンスについても、ポジティブなガイダンスを出す企業がネガティブなガイダンスを出す企業の数を超えるようになってきた。ちょっとあの分かりにくい言い方してますけど、要はコロナ禍から の、まあ、その見通しですね、見通しにポジティブになっている会社がとても多くなってきていると、はい、倍になっている話です。ネガティブがとポジティブに比較した場合ですね、はい。で同じような大型株が売られ小型株が買われてくるという展開になってますと、はい。で IPO も人気があって、値決めされてから株価は5割上がるような、はい、上場後のパフォーマンスも非常に良いと、はい。あと経済については、住宅価格も堅調であると、11月は 9.5% 上昇と、はい。でこれは過去6年間で最も値上がりしているんで、あとですから、住宅建設が増えるという事実だけでなくて、なくてとおかしな日本語になりました、なくてウェルスエフェクト、富のその効果があるということを言っていました。住宅の価値が上がるわけですから、こうみんなこうお金持ちになったという気分になると、こういうウェルスエフェクトがあるということ、自信をこう消費者が持ち始めてきているという、大切なポイントがあるということ。ゆとりができてきた、はい、そういうことですね、はい。でアメリカ経済はコロナ前非常に強かったと、で、低期金利でその強かったレベルに戻しつつあると、戻そうとしていると。あとコロナワクチンの接種状況もうまく進んでいると、いろんな問題あるんですけど、ビッグピクチャーで見るとうまくいっているということで、はい。この現状が続けば、アメリカでは今年の夏にはですね、多くのものが普通に戻るんではないかと。で、議会は少なくとも、先ほど我々 1.9 兆ドルっていう数字使ってましたけど、彼は少なくとも 1.5 兆ドルの経済対策を決定し、これは経済にとってプラスであるというような意見が、デビッド・オラセルのコメントでありました、はい。3月には多分議会が合意するでしょうということですね。そうですね、はい、はい。ということで、ここからはもう一つ動画をご覧いただきます。今月のゲストインタビューです。ニューヨーク証券取引所国際資本市場部のアレックス・イブラヒムさん、はい。彼はですね、国際資本市場部というところなんですけど、はい。何やってるかというとですね、海外の企業をニューヨーク証券取引所に上場させる、はい。日本とか中国とかいろんな、そうですね、会社を、はい。いわゆる ADR ですよね、はい。それをやる責任者なんですけども、もともと彼ブラジル人でありまして、はい。で今ニューヨーク証券取引所で働いてるっていう人なんですけども、非常に親日の人でありまして、彼がいろいろと質問に対して答えをしてくれています。ということで、じゃあ、はい、インタビューお願いします。Hi, Alex. Good afternoon. To the Bain. To the Archimo. Good afternoon, Hutch. Pleasure to be here with you this afternoon. Great. I wanted to thank you very much for doing this call for U.S. equity investors in Japan on your Friday evening. No problem. Happy to be here. Okay. Here's my first question. Yeah. The New York Stock Exchange is one of the oldest exchanges in the world. Can you please give us a short history on how your exchange started? Yes, absolutely, Hutch. This is a great question. We were founded back in May 17, 1792. We've been around for a very long time. Our origins trace back to a tree right in front of the NYSE where we are right now on Wall Street, where 24 brokers, they got together and they decided, let's trade amongst ourselves based on the information that we have of the companies. And that particular market was the beginning of the New York Stock Exchange. So today, 270 plus years forward, we are the largest exchange in the world by market capitalization,
by the type of companies that we have listed here for liquidity. So we have grown tremendously through many different socioeconomic situations that the world faced. The NYSE is still extremely strong. Mm-hmm. You kind of mentioned, but can you please give us the basic facts of NYSE, for example, the size of the exchange, average daily trading value, the number of stocks, ETFs and ADR traded there, and the number of nationalities? No, absolutely. That's a great question. We are the largest exchange in market capitalization. We are part of ICE, the Intercontinental Exchange. It is a publicly traded company on the New York Stock Exchange under ticker symbol ICE, ICE. We are valued approximately over $55 billion. So we are the number one or the number two in terms of market capitalization in the world. The NYSE is a subsidiary of ICE. We have many different business, energy trading, risk management, mortgage. We just entered the mortgage space right now. Data. So we are really, really a powerhouse in the financial service market. The NYSE itself, the one, the brand that you see very often, you know, when you talk about listings, IPOs, we have about 2,500 operating companies in our platform. Of those, 520 comes from outside the US, and they are represented by 47 geographies. We listed a company late last year, a company that's based in the United Arab Emirates. That was the first company from that part of the world, a company called Yala. We also listed a company about 16 months ago based in Nigeria, a company called Jumia, an e-commerce platform that serves sub-Saharan region. So we are growing. We are, you know, attracting companies from other markets. And of course, from Japan, we have a very important franchise of companies listed with us. And the last one that listed was Takeda, a pharmaceutical company that decided to list with us about 18 months ago to make a big acquisition in the global markets, the acquisition of Shire Pharmaceuticals, and they listed with us. Thank you. You're welcome. I'm very curious, what is the oldest company listed on your exchange? Yeah, the oldest company actually, it listed with us was founded in 1744. It is Sotheby's. But the operating company that actually the longest listed company is Con Edison. That's been with us since 1824. Wow. That's the the utilities company that is operates throughout New York City. Mm-hmm. Alex, you know, Tokyo Stock Exchange no longer has people on the trading floor, but a unique feature of NYSE is that you still have people working on the trading floor. Can you please explain why you still have people down there? Perhaps you could explain to us the mechanics of floor traders, what they do, and why it is good for investors. Yeah, thank you. This is a good question. We still have an active trading floor because we believe having human beings working with the state-of-the-art technology provide huge value for our listed companies and for the investors as a whole. So when you go into the NYSE floor, you will see booths right in the middle of them. That's where the designated market maker is based, and also in the perimeter of the exchange where the brokers are located. So each company on the NYSE has a designated market maker assigned to the company. The company goes through an interview process, selects one of the designated market makers, and the designated market maker represents the company on the trading floor. So each company has a market maker. And what they do, they interact with the brokers there are physically on the trading floor, but also with the order flow arriving electronically. And having the human being there interacting with electronic order flow, but also with the floor community, what we realize that it provides better markets for our issuers. So our stocks, because of this model, trades better. Our stocks has less volatility,
tighter spreads, yeah. and there is certain of execution, especially when you are doing a big, doing an IPO, a follow-on, or you're doing a share buyback. So this infrastructure has proven all the time that works very, very well. And that's why we keep this hybrid model at the NYSE. Interesting. What sets NYSE apart from its competitors? Yeah, that's again is a very good question. We see ourselves as the leader in the world. So the NYSE is why we're so successful is because we do provide, as I mentioned earlier, this amazing trading infrastructure for our issuers that provide value not only for their investors, but also for the company and their shareholders on a daily basis. But also the NYSE is a huge community. We have 2,500 companies that are listed with us, but those listed companies, CEOs, CFOs, head of investor relations, we provide access for them to communicate with other companies, with each other, so they can not only grow, understand what they're doing in the global markets, but also to potentially help them with business opportunities, grow their business. So this community is not only logos like in a slide or just showing, we have all these companies listed here. We actually use this community to provide value to our listed companies. And the other point that we like to highlight that the NYSE has an incredible brand reputation in the global capital markets. The association with the NYSE brand, the visibility that the companies receive by being listed with us makes us very attractive to the largest companies, the most prestigious companies in the world to choose the NYSE as the home. Okay, IPO. Can you please explain IPO market for NYSE last year and year to date? Yeah, last year was a very good year. We had an incredible year in terms of capital raising our platform. We raised, if you look at equities raised, either through an IPO or a follow-on, $180 billion. This was all-time high in a world that was very challenging. But what's very important, companies raise capital in our platform to help them achieve goals, to fight the pandemic, to hire people, to maintain those companies operating. So the NYSE was able to provide this platform. And 2020 was an amazing year for us. 2021, the month of January, it was fantastic. We had a great number of companies, SPACs, operating company raising capital. Some companies did follow on. So very, very, very active for us. And we hope the rest of the year will remain as active as we saw in 2020 and in the beginning and the month of January. Mm-hmm. You know, Alex, your exchange has proposed direct listing, which was approved by the Securities Exchange Commission. Please explain what direct listing is and why you have proposed direct listing. Yeah, it's just part of the evolution of the market. As you know about us, we're very innovative. We are the leading exchange for technology IPOs. We are attracting all the big names now that are going public in the tech space. So this is just part of this whole idea of innovation, being very customer focused. So we thought by talking to customers that they're looking for different ways of accessing the capital markets. And there are a lot of companies in the private market that doesn't need capital. So one particular company came to us and asked, can you help us figure out this puzzle? Because I am a privately held company. I have a lot of shareholders putting pressure on me to go public, but I don't need to do an IPO. Mm-hmm. So the NYSE work with the SEC and with this particular company, we're able to create rules that would allow a company in the private market to become publicly traded by a virtually or just allowing those shareholders that they have currently have could be early stage investors,
employees that receive shares over the years to be able to trade in a very dynamic, liquid, and transparent market, the NYSE. We're the only exchange in the world that offers this. Mm-hmm. So it's a very exciting product. And we're in the process of, you know, this product has evolved. Early this year, the SEC allowed us to approve a filing that we did last year to allow direct listings with capital raising. So now this product you can actually use for a primary share offering, which again, we believe this will help many companies to tap the US capital market faster. So it's just part of the evolution of the markets and the NYSE be the leader. Got it. Can you please explain the surge in the recent trend of SPACs, why it is becoming so popular in the US? Yeah, SPACs, I mean, the SPACs have existed for many, many years, right? In the last, I would say since 1999, we're starting to see the numbers increasing. 2000 last year was an all-time high. Who knows how we're going to be 2021. But from what we are seeing right now, the month of January, we had 14 SPACs, at least 14 SPACs raising capital. Again, it's just part of the evolution of the market. People are looking for different ways to raise capital, provide access to investors, retail, institutional, hedge fund, to participate on those transactions. And remember, a SPAC, they raise capital and eventually they have to deploy later on, like 18 to 24 months into the future to buy an asset, a company, and that company eventually becomes publicly traded. So a lot of what we're seeing here, it's really investors really bullish about what could happen in the near future because they are raising capital because they want to make acquisitions and they see potential assets out there in the market. They are very valuable. So this is a wonderful way for, you know, sophisticated sponsors to raise capital and eventually deploy the cash they receive from the market to buy companies that are high growth, dynamic, disruptive company, not only in the US, but around the world. Mm-hmm. The COVID-19 pandemic last year made people stay home and helped increase the number of new investors. From the exchange point of view, are you seeing any change in terms of impact from the increasing number of retail investors? Yeah, I mean, the number of retail investors in the US has always been very large when you compare it to other markets around the world. Japan has a huge retail base, as we know, and you know this very well. But in the US, it's a huge part of the ecosystem. But what we have seen in the last few years when interest rates so low, investors are looking for the equities market to see returns. So that's why we see this movement of retail participation in IPOs, on the trade of our companies. The investors are looking for diversification. We see liquidity in companies that are actually based outside the US trading very well here. So it is just, again, evolution of the market, interest rates very low, money looking for return, and the equity markets provides that. Mm-hmm. Okay, lastly, I am curious to know what you, someone involved in the day-to-day business of exchange, personally think of the future performance of the US stock market for the, say, next 10 years. Do you expect it to continue to go higher? This is my personal experience. I wish I had a crystal ball, but I don't know. I mean, I would love to see the market performing really well. This is my personal view, but I don't have a crystal ball. So it's very difficult. There are so many variables that in the marketplace that can make the market continue to go as it is has been going or take another turn. We have to see. But at this moment, it's very exciting where I sit, the interactions that I'm having with customers from outside the US, from the US, the market's very dynamic.
All right. Well, Alex, thank you very much for your time this evening. I know it's Friday evening. Well, yeah, I hope to be able to meet you face to face sometime. Oh, absolutely. Absolutely. It would be a pleasure. Maybe you can take me to a very nice, introduce me to a very nice Japanese restaurant in New York. All right. Well, have a great evening. Please send me some suggestions. Okay. Well, have a great evening. Thank you, Hachi. Thanks so much. Obrigado. De nada. はい、ニューヨーク証券取引所の話を聞いていただきましたが、はい、いかがだったでしょうか。ちょっと彼の言ってたサマリーをしたいと思うんですけれども、はい、ニューヨーク証券取引所、これは1792年の5月の17日に設立ということでありまして、はい、24人のですね、ブローカーが集まって、まあ株の取引が始まった、それがまあ歴史ということでありまして、はい、これニューヨーク証券取引所はもう時価総額、それから流動性で世界最大の取引所、証券取引所であるということでありまして、はい、こうニューヨーク証券取引所って実はICE というインターコンチネンタルというエキチェンジという会社の、はい、まあ、子会社になってまして、はい、グループであるんですね。そうですね、グループ会社で、はい、まあ、エネルギーの取引とかですね、あと住宅ローン、モーゲージローンなんかもやってるという、はい、まあ、総合金融会社ということであります、はい、で、これナイスって読むんですか？うん、ナイスってよく言われるんですけど、はい、英語だとナイシーって言うんですよ。ナイシー。ナイシーっていう風に。その方がプロっぽいです。ナイシーって言われてまして。みんなナイスって呼んでます。はい。うん、ナイシー。で、ナイシーに上場している会社で、難しいな。古くて世の中で一番古い会社、かつニューヨーク証券取引に上場している会社。が、サザビーと。あ、サザビーがということなんだそうです。一番古いんですか？1744年に創業されただそうですね。洗練されてるイメージがあるんですけど、古い会社なんですね。古い会社が上場してる、はい、一番古い会社、はい、でティッカーがこれビッドなんですよ。 BIDビッドアスクのビッドなんですね、はい、ティッカーシンボル、はい、そして上場してる会社で最も古い会社っていうのが、はい、コンソリデイデイティッドエディソンっていうティッカー ED の、はい、1824年から上場している電力会社なんですけれども、ニューヨークエリア その電力会社でありまして、はい、私も90年代ニューヨーク住んでた時に、はい、電気代を払ってまして、はい、ちなみに当時電気代払うのはアメリカの小切手文化なんで、こういった小切手にですね金額を書いてサインして郵便でコンエディソンに送っていたっていう、小切手で払ってた、そういう時代が、今は多分電子的にやってると思うんですけど、はいはい、そういう時代がありましたですね。で、ニューヨーク証券取引所っていうのは人と技術が融合したハイブリッドモデルということで、いまだにこう人がこうこのように動いているということなんですね、はい、で世界で、はい、まあ、唯一取引所のフロアが人がいて価格の形成を行っているのはそのニューヨーク証券取引所だけだというふうに言われてるんですけども、実はっていうのがあって、はい、この瞬間わかんないんですけども、アフリカに、ジンバブエという国がありまして、はい、そこの人ハラレっていうんですが、はい、そこにジンバブエストークエキチェンジっていうね、ジンバブエ証券取引所っていうのがあってですね、そこは私訪問したことがあるんですけど、はい、まあビルのそのワンフロアが、ジンバブエ証券取引所なんですけども、取引ルームっていうのがあって、はい、そこに行くとですね、証券会社の人たちが集まって、うん、こう会議室みたいになっててですね、うん、そこで面と向かってやり取りをして株価が決まるっていう、うん、まさにこのニューヨークコンセプト的にはニューヨーク証券取引所みたいなんですけど、同じ、うん、人がちゃんといるんですね。今本当電子化されてますけど、電子化される前のところだったんですけど、はい、目撃して面白いなと思ってですね、はい、多分今もう完全に電子化されてると思うんですけども、はい、電子化するって言ってましたんで、そういう取引所があったですね、はい、まあ、その時はもう東証はもう完全に自動化されてましたですけど、はい、とても非常に面白いなと思いました、はい、で IPO、PO、昨年、PO ですね、公募増資は、はい、昨年金額でも過去最高であったと、はい、あとダイレクトリスティング
ダイレクトリスティングと、はい、いうのが、まあ、あのこれマーケットの進化の一つということで、はい、要はあのプライベートエクイティの会社、アメリカプライベートエクイティのマーケットすごく大きいわけですよ、はい、でそこであのいい会社が育ってきてるわけですよ、うん、はい、でただその株主がいるわけです、はい、でプライベートエクイティの世界で、会社が育ってるってどういうことかというと、プライベートエクイティのマーケット大きいわけですよ、はい、で上昇させなくても資金調達ができる、プライベートエクイティの中で、もうその中でね、はい、で大きくなってきました、はい、ただ株主がいるわけですよ、はい、で株主としては現金化したいわけですね。でじゃあどうするかっていうと、いわゆるその証券会社に頼んで引き受けっていうのをやってもらうと、やっぱ1年半年からそんなにかかる、1年かかるんですよね、はい、でこのダイレクトリスティングだと、はい、今ある会社を上場させるだけ、はい、だからダイレクトにリストする、上場させる、はい、というのをニューヨーク証券取引所が開発してですね、はいはい、それやってるわけです、はい、でやってきてたんですけど、今年になって、でそれって載せるだけだったんですよ、上場させるだけだった、はい、ですけれど資金調達もできるようにしたんですね、はい、これ SEC っていうあの証券あの、取引委員会と交渉して話し合って、上場させるだけじゃなくてダイレクトリスティングでお金も集められる、資金調達もできる、その後資金調達できる仕組みを作った、はい、本来だとだから半年から1年とかすごく時間かかってたのを、うん、短い時間で上場させる、うん、だからプライベートエクイティとして持ってた人は現金化できるし、はいはい、いわゆる株式市場の投資家で買いたいと思ってる人は買うことができる、そのスピーディーなこう、はい、プロセスが早くなったということなんですけど、はいはい、それができるのはニューヨーク証券取引所だけであると。あとこのナイシーの強みとしては、はい、あのまあ、ブランドの価値があるニューヨーク証券取引所っていう名前がですね、はい、というのがあります、まあ、非常にこういい評判を持ってると、まあ、これが、はい、それがその世界中の企業にとってこうあの魅力的であると、そこに上場できるということが一つ評価されたということですね、まあ、一流であるっていうあれということだと思うんですけれども、はい、あとあのこの取引所は、企業の CEO とか CFO にとってですね、あのコミュニティになってるっていうんですね。つまり上場させるだけじゃなくて、はい、他の会社の CEO とかコミュニケーションができて、上場したことで、はい、ビジネスの話もできるっていうのことを彼は言ってるんですね。だから巨大なコミュニティであると、はい、いうことを言ってました。あとあのスパック、はい、特別上場目的会社、特別買収目的会社かな、はい、買収か、まあ、あのコンセプトは、はいはい、まあ、資金調達方法の一つということでありまして、まあ、これあの条件があってスパックで資金調達したらば12ヶ月から18ヶ月以内に買収先を探さなきゃいけないっていうんですけども、でその後に24ヶ月以内に買収を完了させなければいけないと、はい、まあ、そういう、まあ、ある意味厳しいあの縛りがあるんですけど、はい、でそれがちゃんと終わると、まあ、あの通常の会社になるということでありまして、はい、で最近の傾向としてはその創造的破壊型企業、いわゆるディスラプティブイノベーション、なるほど、的な会社にこう古いものから新しいものにイノベーションしていくっていう、そうですね、そういった会社に上場して、はい、まあ、あの割と早い早くこう上場が行われて取引ができるようになる。スパックっていうのはもともとその当たりがついてる、あそこ上場したいなとかそういうわけじゃなくて、ただ空箱だけ上場してるなんですけど、うん、あのやっぱ裏でっていうとおかしいですね、はい、こうだいたい当たりはついてそうですね、あそこを買収するつもりで、まあ、とりあえず箱だけ上場するっていう感じですか、ということですね、はい、はい、であとまあ取引所の視点から個人投資家の影響はやっぱり大きくなってきているということは彼の方も言ってましたね、はい、であとあのあと聞いてみたのがですね、はい、あのアメリカ株の相場ってどう思いますかと、これからも上がると思いますかということを聞いたんですね。ただ、まあ、常識的に考えて取引所の人って上がると思うとかって言わないわけですよ。あ、言えないのかな、言えないですよね、うん、まあ、あえてあの聞いてみたんですけども、はい、まあ、案の定あの推奨談は持ってないんでわからないという答えであったとはぐらかされたんです、ということですね、はい、はい、そういうことでありまして、はいはい、これは何かというとアメリカですね。でどこにあるかということで、まあ、あのちょっとおさらいというか、はい、あの、アメリカがありニューヨーク州があり、はい、マンハッタン島があり、はい、そしてここのマンハッタンの下の方にウォール街っていうのがあるわけなんですが、はい、その中にここですね、ニューヨーク証券取引所があるとあるということでありまして、はい、映画にもよく出てきますね、ウォールストリート、はい、はい、
1830年のウォール街と。こんな感じだったんですか。こんな感じだったらしいです。いや、ビルが小さいというか低いですね。多分人もあんまりなかった時代なんでしょうね、はいはい、そしてはい、これはコーヒーハウス、トンティンコーヒーハウスということで、どうもウォール街の人たちがここでこうたむろしてた、休憩してた、情報交換して、歴史のある、はい、そうですよね、情報交換してたんでしょうね、はいはい、そして、ニューヨーク証券取引所1870年と骨格になってきました、うん、はい、いう感じになります。で、先ほど言いましたニューヨーク証券取引所、未だに人がいます、はい、どういうことかということなんですけれども、もちろんあの電子取引も行われております、こういう時代ですからなんですが、はい、証券会社がありますと、まあ、これがあの証券、ニューヨーク証券取引所なわけですね、はい、でそこにですね、この証券会社が、まあ、取引所の会員になっているわけです。はい、仲間なわけですね、会員になってるっていうことですね。そこに取引所の中にブースっていうのがあるわけですよ、はいはい、でそのブースに、まあ、ブローカーと呼ばれる人たちがいて、はい、ここのブースのブローカーに対して証券会社のトレーダーがこう注文を入れるわけです、はい、注文を入れるであったりとか、昔はその、まあ、今っていうのは非常にこう情報の伝達早いですけれど、はい、昔はそれこそ電話でやってた時代だと、その前は電報だったわけなんですが、電話でやってた時代だとですね、こう情報がリアルタイムで分からないわけです、はい、そうすると証券会社のトレーダーがこのブローカーにコンタクトをして、はい、ある銘柄 ABC っていう銘柄今どんな状況かと、売りが多いのか買いが多いのか情報を取ってこいっていうと、このブローカーが、はい、この取引ポストっていうのがありますので、はい、そこに行って、そこにはですねスペシャリストと呼ばれるあの職種の人がいるんですけども、はい、彼に、今どう、売りが多い買いが多い、売りいくらあるので、そういう情報をこう聞いて、あ、そうなんだっつって、ブローカーが証券会社に電話で伝える、情報伝達員なんですね、うん、そういうことをやっておったという時代が、はい、あって、いまだにそういうところもやって、はい、まあどのくらいの注文があるかっていうのはもう電子的に分かると思うんですけれども、はい、ここでこれがある理由なんですけれども、はい、このスペシャリストって昔呼ばれてて、今は、ディズグネーテッドマーケットメーカーっていうふうに言われてるんですが、はい、これも指定マーケットメーカーというふうに言われてまして、はい、何やってるかというと、こういうこうブックを持ってこう株をこう決める、株価を決める人なんですけれども、うん、そのマーケットメーカー、彼の仕事っていうと株価を決定する、はい、まあ、そのバイヤーとセラーをまとめて株価を決めるこう権限を持ってる。電子的にやるだけじゃなくて、人を介してやる、人を介してやる部分もあるんですね、はい、でその彼はそのスペシャリスト、ディズグネイテッドマーケットはマーケットメーカーというのは流動性を提供すると、はい、要は売り一本になった時困るわけですよね、はい、でそこをちゃんと買いを、はい、ポジションを自分のブックで作るっていうことをやってます。そうなんですね、はい、であと、まあ、秩序のある取引環境を提供すると、はい、でこれがこの指定マーケットメーカーの役割ということで、これがあるので取引がちょっと他のマーケットといわゆる電子的な取引しかやってないところと違うんですよ、はい、ということを、はい、これがあの彼らの特徴であると強みでもあるんですかね、うん、というふうに言われてます、はい、まあ、優秀もありまして、昔とそれ比べると、うん、取引所の、ね、取引所で働いてる人の数は減ってるんですけれども、はい、まあ、これがニューヨーク証券取引所の良さであるというふうに彼らは主張しております、はい、でこのインターコンチネンタルエクスチェンジ大会社なんですけれども、はい、こう上場しておりまして、はい、さっき言った通りその資源とかの取引なんかも起こってるんですが、はい、実はですね、なんかここまで出てます、顔がなんか見えたんでちょっと笑ってしまいましたけど、まあ、よくベンチマーク、つまり S&P500 とかの ETF とか、はいはい、投資を買うといいというふうに言われてますよね、はい、でそのパフォーマンスを上回る銘柄がいろんな国にあるなっていうのをちょっと発見したんです。それが何かというと、はい、実は取引所なんですね。取引所の株なんですよ。取引所の株、あ、上場してるわけですね。取引所上場してます。その株がのパフォーマンスの方がその取引所のインデックス、株価指数のパフォーマンスよりもいいと。え、本当ですか。長期的に
これを見ていただきたいんですが、このブルー、これは2005年からなんですが、このブルーが S&P500、3.1 倍もなってるんですが、これで17倍以上上がってるんですね。これ S&P500 がこんなはいつくばって見えるぐらいのパフォーマンス、取引所の株ってこんなに、あ、それで、これアメリカだけかなと思って見たんですが、トロントカナダ、トロント証券取引所 の、 株価指数と、あとトロントエクチェンジも上場してるんですけど、やっぱりね同じなんですよ。取引所の株の方がパフォーマンスいいんです。へ、でもっとすごいのがですね、はい、ちょっとこれ私も驚いて、とても驚いたんですが、はい、香港、あ、香港ですね、はい、はい、この這いつくばってるのがハンセン指数。あ、そうなんですか。これ2000年6月末からなんですけど、これ取引所、香港取引所どうしたったんですか。コードが 388HK、はい、マネック証券、ちなみに香港株やってますんでマネック証券とも買えるんですけど、まあ、今ここで買わないでくださいね、これちょっと様子見た方がいいと思うんですけど、はい、ですので、株価指数がいいと思ったならば、そこのね取引所の株を買うっていうのもね、一つ面白いスマートな方法だなというふうに発見ですね。なんとなく分かってたんですけど、まあ、今回お店、皆さんにお見せするにあたって確認したら、株がこう活況になるとやっぱ取引所は、まあ、利益が上がるってことですね。おっしゃる通りですね。そういうことですね。やっぱり史上最高値を更新してるってことですから、当然こうボリュームも増えるわけなんで、ということもあると思いますね。あと取引所はデータを売ったりとかいう、こうサイドビジネスなんかもやってるんで、はい、その辺からの収入もあるということであります。はい、余談なんですが、寄り付きのオープニングのこのベルということで、上場するとこうやって金が鳴る、そうですね、世界中に報道される、流れるんですけど、はい、実は2008年1月の10日なんですが、ここにいるこれ日本の方、これも若者が実は私でして、岡本さんなんですかこれ、若い、行ったことが、はい、ありましてですね、はい、これ朝の8時ぐらいに証券取引所にこう呼ばれるんですよ、この上場する人ってのは、で別のお部屋で朝食が用意されていて、はい、でこれのセレモニーの色と説明をしてくれましてですね、はい、で時間が来るとこう10分くらい前かな、こうここに行って、はい、でこの鐘の音ってです、実はですねボタンなんですよ。あ、で一番偉い人が、ね、ボタンを押して、はい、押すとこうリン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 ってこう、はい、CNN であるとかですね、日本 の、 夜の経済番組であったりとかで流れるんですけども、まあ、世界中で報道された。でこれたまたまあれですね、 ETF、 アイシェアーズって ETF、 ETF、ね、大きい ETF ですね、はい、ブラックロックの ETF が上場した時に呼ばれましてですね、はい、MSCI 国際のやつですね、 TOK っていうのがですね、はい、左側のねというのがありました。いや、素敵な写真ですね、記念ちょっとね、はいはい、ということで、ちょっと時間も追ってるんですけれども、はい、最後参考銘柄リビューということで、はいはい、これ私がですね、昨年末の株価で、今年どういった銘柄がいいかなという、まあ、参考銘柄を、はい、作りまして、はい、マネック証券のマネクリの1月4日に出ているんですけれども、はい、まあ、いわゆるおすすめ銘柄でありまして、はい、それぞれのこう属性をこうマトリックスとして出してるんですけれども、まあ、バリューがあったり、まあ、グロースがあったりですね、あとその長期成長銘柄、これはもう今回お話したから覚えてないですけど、5年先10年先にこういう会社になってる、うん、はい、っていう、まあ、テーマというかストーリーがある会社ですね。ストーリーがある、はい、その会社のそういうストーリーがあるゆえに長期的な投資をしましょうという、まあ、長期成長銘柄というふうに、はい、呼んでるんですけど、あと経済回復、これはまさにもう今金利が上がってきた時 に、はい、そうですね、バリュー的なところですね、いいよみたいな、はい、あと高配当銘柄と、あと、まあ、クリーンエネルギー、グリーンエネルギーということで、まあ、バイデンさんも政策の恩恵を受ける銘柄で、あと、まあ、インフラ投資と、でこのインフラ投資は今回の 1.9 兆ドルの経済対策やってますけど、それが終わった後にまたやるって言ってますから、まだこれからも長い投資のテーマだと思うんですけども、別枠ですもんね、うん、はい、こういった銘柄を出しておりまして、はい、ちょっとサマリーをお見せするとですね、実は年初から S&P500 は 4.5% 上昇なんですが、長期
成長だと 12%。 岡本さんのセレクト銘柄のポートフォリオでやってたらすごいパフォーマンスですね。経済回復がまあ2割弱と、はい、とバイデン関連 22%、 高配当でも 10%、 これあの配当を入れてませんので、はい、キャピタルゲインだけでこうなってますということなんで、さっきのリストの平均が 15.2% でしたと。素晴らしい。いうことなんですが、まだ終わっているとは思っておりませんで、はい、まあ、あのこれちょっとサマリーとかあの ご興味ある方は後で見ていただきたいと思うんですが、はい、でよく質問が出る銘柄でですね、はい、であの非常に今タイムリーというか、あの非常にこうマーケットのこうフォーカスを得ているのがあのテスラでして、でね、私もこの番組でこうあのよく触れる銘柄なんですね、はい、でこれやっぱり非常にこう革新的な会社で、はい、まあ、今株価上がりましたけれども、これからもっと上がるというふうに考えておりまして、はい、ということもあり、まあ、日本にはないアメリカ、とりあえず今アメリカしかない銘柄だと思って、まあ、アップデートをしてるんですが、はい、例えば昨日なんですけど、はい、CNBC、はい、アメリカのメディアで、アメリカのメディアで、見えるかな、まあ、アメリカ人がよくこう見てる株式情報サイトですけれども、そこでですね、一番こう株価のチェックがあったのがテスラということなんですね。これびっくりしたのが、2番目にチェックがあったのが長期債なんですね、うん、10年債の利回りなんですよ。いや、昨日なんか10年債の利回りめちゃめちゃ動いてた。上がっても金利を見てるんだけれども、はい、こうそれよりテスラの方が検索されてたというのがあります。で、そのテスラにつきましてはですね、一番最初にお話をした時に、はい、すごくこうボラティリティが高いですと、はいはい、株価が乱高下しますということなんで、それ我慢できない人はですね、要は買ってしまって株価が下がってしまうと、もうなんか、あ、もう今日ももっと下がってるのかなとか、明日どうなるのかなっていう、こう心配する人には向かないですよって申し上げたんです。で、どういうことかというと、どういうことかというと、これなんです。これ約10年前からですね、株価が高値をつけて、その後どのくらい下がったかっていうチャートなんですね。はい。まあ、これ30%とか40%、50%。もう下がる、上がった後に、まあ、必ずと言っているほどですね、もう軽く3割はこうよく下げるんですね。だからもう上がる時もすごいけど、下がる時も迫力がある銘柄です。迫力があると、はい、こういう銘柄だっていうことを理解した上でですね、やっぱり持たないと、はい、買ってからも、あ、株価下がった、テスラ下がったらどうなるのかなって不安になってしまう。でそれってあの精神衛生上良くないですから、はい、うん、それが我慢できる人は持ったらいいと思うし、で5年先を見てくださいってことですね。そうですね、こうなるけどこうなりながらこういくよ、そういうふうになるだろうなというふうに思っています、はい、まあ、結果として、ね、こういう感じで去年8倍ぐらいですかね、はい、私も去年本当にテスラが一番パフォーマンス良かったです。あ、おめでとうございます。米国株も岡本さんのセミナーのおかげです。今ちょうど調整をしているということで、はい、昨日かな一昨日かな、50日移動平均線でリバウンドしてますので、はい、まあ、マーケット全体もそうなんですけど、うん、テスラもリバウンドしてるということで、テスラについては前回、アークインベストのキャッシーウッドさんに出てきていただいてインタビューっていう形で、はい、で、まあ、彼女すごくこうテスラの将来性を買ってまして、はい、で近いうちにそのテスラの目標株価を上げるということをやろうと思ってるというふうに言っておったんですね、まあ、数週間後って言っても数週間経っちゃったんですけども、はい、ただテスラがビットコインを買ったりしたために、はい、彼らもちょっとこう見直さなきゃいけないというところで多分時間かかってるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、なんで、もうちょっとするとですね、また新しいテスラの目標株価っていうのが出てくるというふうに思いますので、はい、ちょっと交互期待という感じかなと思います。現状で一番新しい目標株価っていうのは1500、うん、多分 それを軽く超えるような話になるんじゃないかなというふうに思っています、はい、あとこちらも前回ですかね、動画でご紹介した銘柄で、はい、非常にこう夢がある、はい、宇宙旅行をやってくれる、はい、個人が行ける時代になる、
そうなんですね。これもまたボラティリティが非常に高い銘柄なんですけれども、はい、これ今ちょっと調整があってまたリバウンドしてるんですが、下がった理由がですね、今この会社は2回テストフライトをやったんですね、はい、で、3回目をやるっていうところで、やる前にちょっと事故じゃないんですけど実験中止になったんですね、はい、で、まあ、だからやって飛ばして事故が起きるよりも良かったと思うんですけども、中止をしたということで株価が下がったんですよ。ということはまたテストをやると近いうちになると思うんですけど、また戻ってくると思いますし、はい、あと2回テストをやって4回完了してうまくいったら、次はあのリチャード・ブロンソン、はい、バージンの彼がお客さんと一緒に乗って宇宙に行くということになってます。でもう一つ話は、はい、さっきのアーク、はい、インベストが、はい、アメリカでその宇宙関係の ETF を上場させるって申請してるんです、ね、はい、で、まだ上場させてないんですよ。でそれを実際に上場させるようなことになったら、またそこに資金も入ってくると思いますし、組み入れられるってことですね。またフォーカスが当たってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、はい、まだストーリーは死んでいないということで、はい、まあ、中長期的に面白いんじゃないかなというふうに思って宇宙っていうテーマはまだ始まったばかりですよね、うん、そうですね、はい、これからだと思いますよ ね、 そうですね、はい、あとは銀行株、はい、さっきお話をしました、まあ、ずっとこのところダメだったんですけど、今上昇金利がこうね、イールドカーブが立ってると立ってきた、はい、ということで、バンカメもいいと思いますし、はい、あと、まあ、バンカメは非常にアメリカのこう売上比率が高い銀行なんですけど、一方で対照的なのがシティグループでありまして、はい、これ海外の方が非常に多いということなんで、まあ、シティもいいと思いますし、はい、ゴールドマンサックスでもいいと思いますし、はい、JP でもいいと思いますし、はい、まあ、好きなところ、はい、それから先ほどご紹介した、金融セクターの ETF、はい、個別メーカーのリスクを取りたくなければ、はい、ということだと思います、はい、ということで、9時半ちょうど1時間30分過ぎてしまいましたので、はい、この辺で終わらせたいていただきたいなと思います。次回 の、 そのインタビュー、今日は、ね、ナイシーの方でしたけれども、なんか企業の方に出て、うん、アメリカの、はい、次回はですね、はい、まあ、私どもが注目している銘柄の会社の方と直接、インタビューをやってですね、となかなか日本ではアメリカの、ね、企業の方の話聞く機会ないので楽しみです、はい、来週かな、やる予定になってまして、はい、インタビューが無事行われたらどの会社かっていうのはちょっとお知らせしたいなと思っております、はい、ということで、まあ、こんな感じで、はい、90分、はい、終わりました、はいはい、最後に笑ってる人がいる、なんで笑ってるかよくわかんないですけど、はい、最後に皆さんアンケートを実施いたしますので、はい、ご協力いただけると大変嬉しいです、うん、ぜひいろんな意見をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、アンケートこの辺に出てるのかな、そうですね、はい、はい、この辺じゃなくてですか、全画面に出ます、全画面に出る、ね、ということです、この後、ね、はい、出ますので、ぜひアンケートのご協力よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、岡本さんと一緒に、今日どうもありがとうございました、はい、今日お邪魔いたしました、はい、皆さんどうもご清聴ありがとうございました、ありがとうございました、また来月お会いしましょう、失礼します。